こんにちは、石橋楽器池袋店のコバでございます。今回はですね、ギターを始められてしばらく経って、そろそろエフェクターを買った方がいいのかなとですね、悩んでらっしゃる方へ向けた題しまして、初心者向け初めてのエフェクター選び1本目のエフェクターの紹介の動画になります。人気の高いものをいくつか並べさせていただきました。まずご紹介させていただきますのはアイバニーズのチューブスクリーマーという機種ですね。歴史も非常に長くて、バリエーションモデルがたくさん出ているモデルでもあります。TS808 というのがこちらになるんですが、実はですね、この TS808 の、歴史的には後継機モデルにあたる TS9 ですとか、この808を小型化した TS ミニというモデルもラインナップされてます。実は他にもたくさんのモデルが出てはいるんですが、それぐらいですね、長いこと人気の高いモデルだということですね。ストラットをクリントーンで弾いてみますので弾いてみてください。ここにじゃあ TS808 をかけます。そんなにものすごく歪むという感じではないんですが、ストラトキャスターとかのシングルコイルのギターって普通は音がそんなに伸びないんですね。ちょっとオフの状態をもう一回聞いていただいて、特に単音弾きですね、アタックがすごくカツカツ出るのに対して、メロディーを弾くのにこう伸びる音が欲しいという時にチューブスクリーマーをよく踏まれることが多いです。よいしょ。こんな感じでですね、シングルコイル特有のアタックをうまく抑えながらサスティンを伸ばしてくれるので、リードギターを弾きたい時にですね、アンプがちょっと歪んでいる状態にこれをかける、いわゆるブースターとして使われることも大変多い機種ですね。続きまして、ボスの BD2 ブルースドライバーの音を聞いていただきます。まずはクリーンの音から聞いてください。はい、じゃあオンにします。チューブスクリーマーがまろやかなサウンドだったとしたら、こっちはこうジャキジャキ、ジャリジャリっとしたようなですね、タッチのニュアンスが出るような感じのサウンドですね。 BD2 はですね、特徴がもう一つありまして、歪みの幅がかなり広いです。ボリュームを下げて原因を最大にした時の音ですね。オーバードライブっていうのは軽く歪むもんだと思ってると、 BD2 はかなり破格に歪むエフェクターなんですよね。こちら1台だけでですね、ギターアンプと同じぐらいかそれ以上にこう歪みの幅を取れるので、例えばアンプは全くのクリーンで、これ1台でですね、歪みを作って使ってらっしゃる方は多いです。他のエフェクターと組み合わせてもいいですし、真空管アンプと組み合わせてもいい音がするんですが、他のエフェクターにはない特徴として、ディストーションに近いぐらいまで歪んでくれて、なおかつそれぐらい歪ませてもですね、ニュアンスがちゃんと出てくれるというところで、ものすごく愛用者が多いです。はい、ボスの SD1 ですね、こちらもですね、かなりのロングセラーモデルでして、80年代の初頭からですね、ずっとですかね、人気があり続けているモデルで、ある意味OD-1 というボスのオーバードライブ1号機があるんですが、それの後継機種に当たるような位置づけのモデルです。まずは音を聞いてください。まずクリーンから。はい、じゃあ、オンにします。こういう感じですね。チューブスクリーマーのようなこうと丸く真ん中がこう膨らんだ感じはありつつ、もうちょっとだけスッキリしたサウンドなんじゃないかなと思います。いわゆるコンパクトエフェクターのオーバードライブらしいこうサスティンが伸びるようなサウンドで、やはり真空管アンプと組み合わせた時の相性が良くて、チューブスクリーマーだとシングルコイルのこう足りないミドルの伸びを
足してくれるような感じなんですけど、 SD-1 はもう少し抜ける感じですね。バンドの分厚い音の中でいかに音を抜けさせるかというようなところで、かなり低音がすっきりとしてですね、リズムギターの重たい音からリードギター用の抜ける音に一発で変えてくれるという意味で非常に都合がいいペダルです。こちらは2022年発売の、新製品ですね。フェンダーのハンマートーンシリーズのオーバードライブです。ちょっとですね、変わったペダルなのでご紹介しますね。まずクリーンから聞いてください。はい、じゃあオンにします。この状態だとですね、なんか柔らかい音だなというところなんですが、ですね、こちらに、プリミッドブーストというのがありまして、要はフェンダーのギターにたまにあるんですけどね、エリック・クラプトンモデルのストラトとかに、ミドルブースターがついてるギターっていうのがあるんですが、これがですね、ここのつまみになんと入っていると。ちょっとその感じを聞いてみてください。今、ゼロの状態。めちゃくちゃよく伸びるようになるんですよね。フェンダーギターのサスティン不足を一発で解消してくれるですね、非常に優秀なつまみがついております。最後にですね、ズームの G14 という機種です。こちらはマルチエフェクターになってますので、こんな音ですよというよりは、たくさんの音が入っているペダルになりますので、ちょっとこう使い方をさらいながらですね、ご紹介させていただきます。今クリーンの状態です。はい、ですね、ここに、1,2,3,4,5 とあるんですが、ここにですね、好きなエフェクト、もしくは、アンプのシミュレーターを、入れることでですね、音を作ります。じゃあ、アンプを足してみましょうか。じゃあ、その前に、例えばですけれど、ブースターとして何かしらのエフェクターを。先ほど、ちょっとご紹介させていただきました、チューブスクリーマーっぽいやつですね。じゃあ次にギレイを後ろに足します。じゃあ普通のギレイ、ちょっとミックス減らして、こんな感じですね。もう何十種類とエフェクター入ってるんで、いろんな音がこれで作れるんですが、それ以外にもですね、リズムマシンの機能があったり、ここにですね、ルーパーの機能があったりとかするので、ドラムに合わせて練習したりとか、自分のこう弾いたコードに合わせてギターソロとの練習とかできるので、エフェクターとしてだけじゃなくて、普段の練習ツールとしてお使いいただけます。特にヘッドホン端子がついててですね、ここのアウトプットにヘッドホンを挿したら、ちゃんとそれで右と左から音が鳴るようになってますので、それでですね、これをアンプの代わりで練習していただいても全然 OK です。よいしょ、ちょっとリズムマシンやってみましょうか。ここが、いかがでしたでしょうか。
コンパクトエフェクターと、まあ、マルチエフェクターを一つご紹介させていただきました。エレキギターで弾く場合はもう基本的にこう歪みの音って一番大事な部分だったりするので、まあ、基本的には歪みエフェクター最初1個買う方がおすすめではあります。いつでも自分の音が出せるよっていうような状態を維持できますので、そういう意味でもおすすめです。マルチエフェクターはですね、使うのには慣れもいりますので、まあ、ある程度習熟には時間がかかるかもしれません。ですが1個買うと結構なお金がかかるエフェクターがですね、もう何十種類ともここに入っているわけで、便利なものにやることは間違いないので、こちらもおすすめです。1個ですね、気に入ったエフェクターを見つけると、まあ、ギター弾くのもっと楽しくなりますので、ぜひじっくり選んでみてください。もしこの動画が少しでも参考になった、面白かったという方はですね、チャンネル登録、グッドボタンぜひお願いいたします。あとツイッターも、しばしがき池袋店やっておりますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。では長時間ご覧いただきましてありがとうございます。お届けしましたのはしばしがき池袋店のおばでございました。ありがとうございます。